キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。第3週の月曜日の今日はマルコの福音書からへりくだり他の人に仕える祝福をご一緒に考えてみましょう。キリストの弟子たちがよく語り合っていた話題は誰が一番偉いかというものでした。キリストの評判が高まるにつれて弟子たちは特別意識を持ち、来たる神の国における自らの地位を考えていたのでしょうか。キリストはご自分が人々の手に引き渡され殺されるという受難と、殺されて3日の地によみがえるという勝利を弟子たちに伝え始めていらっしゃったのですが、誰が一番偉いかとの思いで膨れ上がっていた彼らの高慢な心には全く届かなかったのです。彼らの思いをすべてご存知のキリストは弟子たちを呼ばれてこう語りました。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われました。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。新約聖書マルコの福音書9章35節から37節。人の先頭に立ちたい彼らにキリストは皆の後になり、皆に仕えるものになるようにと、真の弟子の姿として謙遜と他の人に仕えていく使命を教えました。それこそがキリストの弟子にふさわしい姿、すなわち自分を捨て自分の十字架を追い、そしてキリストに従うという道だったからです。そして当時の社会では何もできず無価値だと考えられていた小さな子供を腕に抱き寄せ、神の国における尊い価値とキリストにあってこのような小さな存在を受け入れることの祝福を伝えたのです。水が高いところから低いところへと流れ下るように、弱く小さな存在よりもなお低く自らの傲慢さも愚かさも認め、悔い改め神様の前にへりくだる者にこそ神様の愛と祝福は豊かに豊かに注がれていくのです。それは神様の在り方を捨てて人となり、罪人である私たちに徹底して仕えてくださったキリストの愛の姿を土台とした招きでもありました。私たちもまたキリストの姿に倣い、へりくだり皆に仕え、小さな存在をも受け入れ寄り添い続けるものとさせていただきたいと願います。キリストはあなたを用いてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。世の中にはたくさんの宗教があります。三大宗教といわれるユダヤ教、イスラム教、そしてキリスト教、その他にも伝統的な宗教として仏教や神道があります。現代ではそれ以外にも様々な宗教があります。新興宗教と言われたりします。また、1970年代以降に現れてきた宗教のことを、
新しいという漢字を重ねて新進宗教と言われたりもします。このように多くの宗教があるということは、幸せになりたい、そして人々が幸せになるようにという人の願いがあるからではないでしょうか。そのような宗教の中に、キリスト教と言いながら聖書に忠実にならないもの、いわゆる異端があります。今日はキリスト教の異端についての警告が語られているペテロの手紙第2の2章からお話しします。異端とは、もともとの言葉はグループだとか派閥という意味の言葉でした。それで異端とは、キリスト教会の中で分裂分派を起こす人々のことを言うようになったのです。そして彼らは人々を惑わして間違った教えを信じさせました。その最も間違った教えが、イエス・キリストを否定することです。キリストが十字架で死んだのは嘘で、本当は生きていたとか、キリストはすべての人を救うことに失敗したのだとか言うのです。またキリストの十字架だけでは人を救うことができないので、救われるために何か他のことをしなければならないというのです。そして中には、自分こそが本当の救い主キリストであるというものが現れました。異端は人々を惑わして堕落させようとします。しかしペテロは言います。神はそのような悪いものを必ず裁かれます。だから間違った教えに惑わされないように気をつけなさい。今の私たちは、まず聖書から神の正しい教えを聞くことが大切です。自分で聖書を読んで学ぶこともできますが、キリスト教会で聖書の学びをすることをお勧めします。明日は日曜日です。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号910-8691、 910-8691、 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。私たちは誰もが3つの終末の中に生きています。1つはこの世界の終末、そして2つ目は自分の命の終末、そして3つ目は自分以外の関わりのある人たちの終末です。私たちは皆終末の時代に生き、誰もがいずれかは終末を迎えるわけですね。イエス様はそんな終末を生きる一人一人に、あなた方にはこの世において患難があると教えられました。私たちは神様を信じ生きていくとき、全く問題がなくなるわけではありません。突然のさまざまなことが起こるとき、時々自分の信仰が足りないからだと悩んだり心配することがありますね。でも聖書には、試練の中を生きていくときでも希望を持って生きていくことができると約束しています。新約聖書の第一コリント10章13節には、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。
むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。このように書かれています。また新約聖書のローマ人への手紙8章28節には、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと書かれているんです。神様は私たちが耐えられないような試練をお与えにならないというんですね。試練とともに耐える力、脱出の道をも備えてくださいます。だから安心してください。また神様は苦しみや試練を与えることによって私たちを練り上げ成長させてくださいます。苦しみや悲しみをすべて働かせ益としてくださる神様がいると聖書は教えるのです。私自身もそうした訓練をたくさん経験しました。何をやってもうまくいかないという自信喪失と挫折感のようなものを何度も味わってきました。しかしその挫折こそが私にとっては必要なことでもあったんですね。私たちの人生に起こる苦難は決して無駄ではありません。結果的にキリストの恵みを深く知る機会となっていくのです。ですからもしあなたが今試練のただ中にあるなら、この先に出口が、希望があることを聖書の言葉を通して知ってください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。ルカ福音書1章を順番に読んでいます。今日の箇所にはザカリアという人が出てきます。神が覚えているという名前の人です。祭司のザカリアにエルサレムにある神殿で光沢仕事が回ってきました。この日ザカリアは緊張し興奮もしていたでしょう。また神殿での祭司の儀式は決まった通りにしないといけません。失敗があってはいけないのです。さらにザカリアは神殿の一番奥で神様の前に出ているという緊張感もありました。しかも外では大勢の人が祈っていました。これらの人たちにこの儀式を滞りなく終えて無事に香を焚くことができたことを知らせないといけない。ところがこの日その手順通りにいかなかったのです。1章11節、ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。ザカリアが目を向けると、神殿の香を焚く壇の右に主の使いが現れました。こんなことを先輩の祭司から聞いたこともない。ザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたとあります。ここで現れた主の使いは天使ガブリエルです。天使ガブリエルは旧約聖書にかつて出てきた時以来500年の沈黙を破って現れました。しかしザカリアが集中していたことは落ち度なく香を焚くことでした。神様の突然の介入によってザカリアの心は乱されたのです。ザカリアの予定が狂った。神殿の外にいる周りの人たちもザカリアが神殿であまり手間取るので不思議に思ってざわざわしてきました。私たちの人生にも突如起こる神様からの邪魔かとすら思える神様の介入があることがあります。突如予定したことが狂わされる。しかし自分には自分の計画があるのです。
大切な予定、人生の進路、計画があります。しかしそこに変化を求められる家族の問題、仕事の問題、健康の心配が起こってくることがあります。あなたの予定や計画が狂わされた出来事、そこには神様の介入があります。しかし私たちはなぜ神様が介入されたのか、その目的は最初は何なのかがよくわかりません。不思議で意味もわからない出来事に思えます。しかし神様の側では、あなたの祈りを覚えていると神の答えがあるのです。今日あなたが予定していることを超えて、神様があなたの願いを叶えるために介入されることがあるでしょう。その時を今日じっと待っていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日は詩編147編9節から12節、泣くカラスの子に食物を与える方と題してメッセージをお伝えいたします。獣に、また泣くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、人の足の速さを好まれない。主を恐れる者と御恵みを待ち望む者と主は好まれる。どうやらこの詩編の背景には、紀元前586年のバビロン捕囚の出来事があるようですね。かつてイスラエルはバビロンとの戦争に敗れ、多くの者がバビロンに捕虜として連れ去られるバビロン捕囚という出来事を経験しました。それから約70年後、捕虜となった人々は自分たちの祖国エルサレムに戻ることが許されます。彼らはエルサレムの町を再建し、町の修復を完成させますが、その時にこの歌が歌われたというわけです。そこで詩人はまず神の素晴らしさを歌い上げています。神がバビロンで捕虜の身となったイスラエルの民を顧みてくださって、もう二度と踏めないと思った祖国の地を踏ませ、国を再建させてくださった。神はなんと素晴らしいお方かというわけです。注目したいのは、ただ神が救ってくださった感謝だというのではなくて、望みなき者に対して神が心遣いをしてくださったと語られているところです。実際詩人は神を獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方と呼びます。獣も鳴くカラスの子も人に関心を向けられるようなものではありません。そのように獣か鳴くカラスの子に例えられるようなもの、つまり社会の隙間に落ち込んで消え去っていくようなものに神は心を配ってくださったというわけです。そして加えます。神は馬の力を喜ばず、人の足の速さを好まれない。つまり神は人間が尊ぶようなものを尊ばない。神は主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを好むと。人は自分が獣や鳴くカラスの子のようなものだ、誰にも助けてもらえないようなものだと思い、
望みを失う気持ちになることがあるものでしょう。しかし、そのようなものに目を留められる神がおられるのです。神を恐れ、神の恵みを待ち望みたいものです。では、良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は福音のためにという題でお話ししましょう。伝道者パウロは手紙の中でこう言っています。私はすべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。今日は使徒の働き16章に入ります。さて、パウロとシラスの第2回の伝道旅行チームはシリアのアンティオキア教会を出発し、陸路を通ってデルベへ行き、次にリステラへ行きました。リステラはバルナバとの第1回の伝道旅行でパウロが石打ちの刑に遭い死にそうになった忘れることのできない町でしたね。そのリステラの教会にテモテという名前の若い信徒がいました。信者であるユダヤ人婦人を母とし、異邦人ギリシャ人を父としていました。このリステラやイコニオンの教会の間ではテモテを知らない人はなく、評判の良い青年でした。パウロはこの若きテモテ青年を第2回の伝道旅行へ連れて行きたかったのです。ところがテモテ青年はまだモーセの律法に従って割礼を受けてはいませんでした。ユダヤ婦人を母に持ちながら割礼も受けていない異邦人の父を持つテモテを、神の言葉を語り神の言葉を教える伝道旅行に連れて行くわけにはいきません。そこでパウロの取った決断は、この地方にいるユダヤ人のため、まずテモテに割礼を受けさせたのです。テモテの父がギリシャ人、異邦人であることはみんな知っていたからです。ユダヤ人にとって先祖アブラハムの世から割礼は神様と結びつくことであり、罪の汚れが除去され神の民となる保証の印でした。ですから割礼を受けていない異邦人は神からは見放され、汚れた罪人であり外国人として見られていました。ですからパウロは伝道チームの一員にテモテを加えるために、ユダヤ人の手前割礼をテモテに施したのです。それもこれもキリストの福音のためでした。もう一度伝道者パウロの言葉を引用しましょう。私はすべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。コリント人への手紙第1、9章の22節、23節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか。岩井元です。第二月曜日の今日は、旧約聖書のモーセの生涯から謙遜とチャレンジについて学んでみましょう。神の民はエジプトにおいて奴隷とされる苦しみを通りました。後に彼らを導くことになるモーセは、ユダヤ人でありながらエジプトの王宮で育ち、最高の教養を身につけ、力にも知恵にも自信に満ちていたことでしょう。しかしユダヤ人を苦しめるエジプト人を殺害し、そのことが発覚し、ミディアンの地に逃げたモーセは、羊を飼う者として砕かれ続けました。その砕かれたモーセにこそ、神の民をエジプトから救い出す使命を神は与えられたのです。しかしモーセはこう語りました。ああ、我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。旧約聖書、出エジプト記4章10節。それは、砕かれたモーセの心そのものでした。しかし、主権を持つ神様はこう語ります。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ、目を開け、また閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。出エジプト記4章11節12節。ここに、私たちも聞き従うべき神様の主権が記されています。私の弱さも愚かさも、すべてをご存知で、なおチャレンジを与える神様の愛と主権を知るとき、私たちもまたそれを恵みによって受け止め、応答することができるからです。なおも尻込みをしたモーセでしたが、憐れみ豊かな神様は、モーセの兄アロンを示し、彼の雄弁さを用いるという助けの道を示し、すでに彼がモーセに会いに来ていることを告げたのです。モーセの弱さもすべてをご存じの神様は、脱出の道をも備えていてくださいました。それゆえ、私たちも、どんな困難なチャレンジであっても、神様の愛に信頼し、へりくだってそれに応答し、神様と共に進んでいくことができるのです。聖書の言葉、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練と共に脱出の道も備えていてくださいます。新約聖書、コリント第一の手紙10章13節。神様はあなたにも豊かなチャレンジを与えてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。Thank you.
スト協会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。旅の恥は書き捨てということわざがあります。辞書によれば、旅先では知った人もいないし、長くそこにいるわけでもないので、恥ずかしい思いをしてもその場限りで済むという気持ちになり、そこに旅先での解放感も加わって、恥さらしなことを平気で行ってしまうこととありました。旅先で人に迷惑をかけたり、道徳に反することを行ってしまうという話を聞くことがあります。今日は新約聖書のペテロの手紙第一の2章で教えられているキリスト者の生き方についてお話しします。著者のペテロはまず、キリスト者は旅人であると教えています。ペテロは先ほどのことわざのことは知りませんでしたが、人が旅先で油断して羽目を外してしまいやすいことを念頭に置いていたのかもしれません。あなた方は旅人なのですからと言って、2つのことを注意しています。まず第一に注意すべきことは、肉の欲を避けなさいということです。肉の欲とは、神に逆らって自己中心的に自分の欲望を果たそうとすることです。人生の歩みにおいて、誘惑に負けないで自分を律することが求められています。そして2番目に注意することは、キリスト者でない人たちの間で立派に振る舞いなさいということです。その立派な行いを具体的に2つ教えています。立派な行いの1つ目は、人が立てたすべての制度に従いなさいということです。従いなさいというのは、悪いことでも従いなさいということではありません。どのように従うのかというと、自由なものとして、しかもその自由を悪いことをする言い訳にせず、神のしもべとして従いなさいと教えています。立派な行いの2つ目は、すべての人を敬い愛しなさいということです。ペテロはこれらの勧めの後で、キリストの救いを語ります。それは、人が立派な行いをすることができるように、キリストが私たちを救ってくださったからです。旅の恥は書き捨てではなく、聖書が教える立派な行いをしていきたいと思います。明日は日曜日です。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところで、あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス様は大理石に輝く当時のエルサレムの神殿を見て、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんと言われました。弟子たちは大変驚いて、もしこんな立派な神殿が破壊されるとしたら、それは世の終わりを迎えるときに違いないと思ったのです。そこで弟子たちは、イエス様、さっき言われたことですが、あの神殿が破壊されてしまうようなことがいつ起こるのでしょう。
世の終わりの時が来る前に何か前兆があるのでしょうかと尋ねたんです。するとイエス様は、世の終わりには偽キリストや偽預言者が現れる、戦争や戦争の噂を聞く、飢饉や地震が起こる、迫害が起こる、多くの人の愛は冷えていく、そして全世界に福音は述べ伝えられるとお語りになりました。しかしこれらの出来事はいつの時代にもあったことでした。例えば偽キリストは少なくても紀元50年にはもう現れていました。イエス様の時代から今に至るまで戦争や戦争の噂は絶えませんね。飢饉や地震、また親が子を、子が親を売り渡すというような人の愛が冷めていくというようなニュースは今も溢れているように思います。このようにイエス様が世の終わりの前兆として挙げられたことはすでに起こっていることでもあるんですね。さて、私たちは三つの終末に生きています。一つはこの世界の終わり、終末があります。二つ目は自分の命の終わり、終末というものがありますね。そして三つ目は自分以外の自分と関わりのある人の命の終末があるわけです。どれが一番早く訪れるかは分かりませんが、いずれにしろ私たちは皆終末の時代に生き、誰もがいつかは終末を迎えるわけです。イエス様はそんな終末を生きる一人一人に、最後まで耐え忍ぶ者は救われますと言われました。私たちは神様を信じたからといって問題がすべてなくなるわけではありません。苦しみや辛い経験もあります。耐え忍ぶ、忍耐とも言いますけど、耐え忍ぶとはそれでもなお信頼し続けるということなんです。聖書の中には、主に信頼する者は失望に終わることはないと書かれています。終末の時代、主を信頼し続けることは聖書の言葉を信じ、その約束に生きることなんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。ルカ福音書1章を順番に読んでいます。今日の箇所にはザカリアという人が出てきます。ザカリアは旧約聖書から続く神殿の祭司でした。祭司は祭司の家系に生まれたものがなることができます。ザカリアの名前の意味は、神に覚えられている人、神が忘れてはおられない人という意味です。ユダヤで男の子が生まれると、どうぞ神様、この子供のことをよく覚えていてください、親の願いが込められていました。またザカリアは妻エリサベスと二人暮らしでした。彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていたとあります。ザカリアの働く神殿の祭司は24の組に分かれており、その8番目がザカリアの属するアビアの組でした。そして1年に2度、それぞれの組に当番が回ってきて、くじ引きの当たったその組の祭司が神殿の一番奥に入って、こう叩いて祈りをしました。この当時、祭司の数は1万8000人から2万人いたと言われていますが、2万人いる祭司の中で、そのうちの1人だけが選ばれて1日神様の前に出て、こう叩く、2万人に1人ですから、
人生の中で一度も神殿に入って香を焚くという務めが回ってこない人が出てきます。ザカリアにとって、もうこの後の人生で回ってくることがないかもしれない機会が回ってきたのです。ザカリア、主が私のことを覚えていてくださるという名前を持つ男、ザカリアにとって、ああ、神様が私を忘れてはおられなかったという思いになる大役が回ってきたのです。妻エリザベツもこの日を待っていたでしょう。ああ、神様が約束を果たされた。あなたにとって、神様が私を忘れてはおられなかったと思える出来事があるでしょうか。ああ、神様が祈りに応えてくださったと思える出来事です。私たちは時折、もう神様は私のことなんか忘れておられるかもしれないと思うことがあるかもしれません。しかし、私たちが祈ったどんな小さな祈りをも神様は忘れてはおられません。実はザカリアにこの後高齢の妻が妊娠しているということを天使が告げます。ザカリア夫婦の祈ってきた祈りが応えられる時を迎えます。しかし一方で、私たちの方が祈ったことを忘れていることがあるでしょう。そして、神様が私を覚えておられるということを私たちが忘れている。しかし、あなたが祈ったことを神様は片時も忘れることがないのです。神様が今日もあなたの祈りに応え、あなたを覚えておられるからこそ始まる一日を大切にしていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。お送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。詩編140編13節から、あなたの御名に感謝しますと題してメッセージをお伝えいたします。誠に正しい人はあなたの御名に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。はじめに詩人は、主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐を行う者から守ってくださいと、悪い者からの救いを祈っています。横島な者、暴虐を行う者はいずれも集合名詞で、特定の人物を指しているわけではありません。むしろ一般的に、横島な人、暴虐を行う者ということでしょう。そのような人たちの心や言葉は悪で満ち、いつでも人をつまずかせようとしている。そのようなものからお守りくださいというのです。そしてそのようなものから守ってくださる神に感謝しますというのが詩人の結論ですね。ところが注目すべきは、パウロはこの詩編をローマ書に引用していることです。しかもここで言う横島な者、暴虐を行う者を一般の罪人をイメージする言葉として引用していることです。ということは、この横島な者、暴虐を行う者は他ならぬこの私であり、あなたであると言わなくてはなりませんね。これは痛いですね。誰でも
他人に対する暴力と残忍さ、そして欺きがあるとは思いたくないものです。しかしパウロはこの詩篇を引用し、そのように神の復讐を受けるように祈られる加害者のような存在、それが私たち罪人の現実であると語っているのです。そこでそのような人間の現実を素直に認められるかどうかが大事ですね。そうであれば、イエスの十字架にある罪の許しを受けたい、神に正しいものとされたいと願うことでしょう。そして神の御前にへりくだった人生へ導かれることになります。その上で不条理な仕打ちを受けることがあれば、私たちは自分の罪を棚上げにするような気持ちになることもなく、神の守りと公正な裁きを願い感謝するこの祈りも捧げられるようになるのです。では良き一首を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10、 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。人生は出会いで決まるとよく言われますね。最初の出会いは両親や兄弟たちとの出会いです。私たちは親や兄弟を選べませんね。その後は学校の先生や友達、職場の人たちとの出会いでしょう。私も振り返ってみますと、私の人生は出会いで決まってきました。使徒の働き18章に入ります。さてパウロはその後ギリシャのアテネを去って、アテネの西方100キロにあるコリントの町へ行きました。コリントの町も当時の政治と宗教、海運と商業の中心地でした。コリントは北部のギリシャとペロポネソス半島を結ぶ橋のような存在でした。またエーゲ海とイオニア海をつなぐ東西の接点でもありました。そのコリントの町でパウロはアキラというユダヤ人と、その妻プリスキラとに出会うことになります。実はアキラとプリスキラ夫妻はイタリアのローマに住んでいましたが、ローマの皇帝クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから追放したのです。この皇帝の退去命令によって、アキラ夫妻はイタリアを出て近頃コリントに滞在していました。ところでパウロはコリントへ来たのはいいのですが、伝道旅行の費用が底をつき始めていました。シラスとテモテが伝道費用を持ってくる予定ですが、まだマケドニアのベレアから来ていませんでした。そこでパウロはコリントで職探しをすることになります。パウロは天幕作りという手に職を持っていました。動物の顔を縫い合わせて天幕を作る仕事です。なんとアキラとプリスキラ夫妻も同じ天幕作りをする同業者でした。渡りに船とはこのことでしょう。パウロはアキラとプリスキラ夫妻の家に住み込んで一緒に仕事をすることになったのです。そしてパウロは安息日になりますと、街道でユダヤ人やギリシャ人と論じ合い、説得に努めました。私たちは人生の出会いを偶然で片付けますが、実は天の神様は生きておられ、
神様を信じる人たちといつも共にいてくださり、守り導いてくださるということがわかります。パウロは全く新しい土地へ来て、知り合いも信徒もいない、生活の見通しもなかったのです。しかし神様は遠いイタリアから一組の夫婦を用意しておられました。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692、 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？岩井元です。第一月曜日の今日は、詩編113編から身を低くされる神の愛について心を留めてみましょう。私は週に一度ミッションスクールで中学生に聖書を教えています。神様ってどんなイメージなの？と生徒に時々聞いています。様々な返答がありますが、怖く恐ろしいイメージや遠く離れたイメージを持つ生徒が少なくありません。罰を当てる神というイメージも日本では強いような気がします。聖書が語る神様は、すべてのものを創造された主権者なる神であり、すべてをご存知です。それゆえ私たちは恐れを覚えるのですが、すべてをご存知の上で、なお罪ある私たちを愛し、また身を低くして寄り添ってくださる神様の愛の姿を聖書は語っているのです。今日の詩編をお読みします。主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。誰が私たちの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを高貴な人々と共に、御民の高貴な人々と共に座に着かせられる。旧約聖書詩編113編4節から8節。ここには、すべてに主権を持つ神ご自身が身を低くしてへり下り、私たちの苦しみや悲しみを理解し、そこに慰めと平安、そして希望を与えてくださることが歌われています。弱い者や貧しい者を決して見放さず、誠の喜びを与えるためにへり下られた姿は、神の御子イエス・キリストが神の在り方を捨てて人としてこの地上に来てくださったことによって成就しました。私たちの弱さや貧しさだけではなく、心の汚れや腐れ、罪の姿も全部ご存知の上で、そのすべてを許し、誠の命に預からせるために、主権者である神の御子イエス・キリストが身を低くしてくださったのです。その愛とへりくだりの姿は、あなたに本当の喜びを与え、永遠の命を与えるためであるということを知っていただきたいと心から願っています。聖書の言葉、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。新約聖書、コリント第2の手紙、8章9節。あなたは神に愛されているのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名
もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。箴言18章21節から、どちらかを愛してと題してメッセージをお伝えいたします。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。今日は箴言の18章から愚か者を説明している言葉を拾い読みしてみましょう。まず2節、愚かな者は英知を喜ばずとあります。つまり知恵ある人の声に耳を傾けません。そんな調子ですから6節、愚かな者の唇は争いごとに入っていく。関係もないことに平気で口を出し、争いごとに巻き込まれて痛い目に遭うというわけです。7節、愚か者の口は自らの滅びを招く、はその繰り返しですね。後先考えない発言によって自分で自分の首を絞める結果を招くわけです。さらに13節、愚かな者はよく聞かないで返事をする。つまり人の話を聞かない、聞こうとしないということでしょう。結局愚か者の根本的な問題は自らを智者とうぬぼれること、人を敬わず人の話に耳を貸さないことにありそうです。そしてうぬぼれた心で自慢げに自分のうんちくを聞かせたがる。そのためにつまずく危うさに満ちた隙だらけのものと言えます。18章にはこの愚か者とちょうど正反対と思われる悟りのあるものについてもこう語っています。彼の心は知識を得ると。つまり悟りのある者は物事をよく理解しようとする心を持って人の話によく耳を傾け必要な知識を得ていくというわけです。結局人間はうぬぼれて人の話に耳を貸さないか、謙虚な心を持って人の話によく耳を傾けるか、いずれかです。そしてそれが決定的に人生を分けてしまうことがあります。著者は言います。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。どちらかを愛してという言葉が印象的ですね。舌が人生を二分すると言っているようですけれども、すでにお話ししたように著者は舌の前に聞く姿勢を問題にしていました。愚かさに生きるか、悟りのある人生を生きるかは、まさに何を話すかだけではなく聞く姿勢にあります。謙虚な心で聖書を読んで良い実りのある人生を歩みたいものですね。では良き一生を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691山形郵便局支所箱72番世の光です。
教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は主は心を開いてという題でお話ししましょう。私たちの心は開いたり閉じたりするようですね。主イエス様が私たちの理性と感性、そして意志を開いてくださるのです。使徒の働き16章です。さて私たち、パウロ、シラス、テモテ、そしてルカの一行はトロアスの港町を船出してサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着きました。そこから陸路でピリピへ行ったのです。ピリピの町はマケドニア地方第一の町で、ローマの植民土地でした。4人の伝道チーム一行はここに数日間滞在したのです。さて安息日になったので、4人の一行はピリピの町の門を出て川のほとりに出かけていきました。日常洗濯したり野菜を洗ったりする人々が集まる川のほとりが祈りの場になっていたようです。そこでパウロたちは川のほとりに集まってくる婦人たちに話をしました。すると、テアテラ市の紫布の商人で神を敬うリディアという婦人が熱心に聞いていました。主イエス様は彼女の心を開いてパウロの語ることに耳を傾けさせたのです。その後、リディアとリディアの家族一同もイエス様の名によってバプテスマ、洗礼を受けました。ピリピ教会の始まりです。さて、主は心を開いてという言葉に注目したいのです。これを私たちは信仰を持つと言います。確かに神を信じるのはこの私です。しかし主である神様を信じるように、私の心を開いてくださるのも神です。私たちの心は理性と感性、そして意志によって成り立っていると言われています。私の理性で理解し、感性で受け入れ、自由意志で決断できるようにしてくださるのは神が私の心を開いてくださった結果だと聖書は語っているのです。パウロは手紙の中でこう言いました。信仰は聞くことに始まり、聞くことはキリストの言葉による。私も17歳の時、初めてキリストの言葉を聞いて神への信仰が与えられて行きました。私の心が天に向かって開かれた時です。天に向かって私たちの心が開かれる鍵は神様だけが持っているのです。そして神の言葉を聞く者の心を神様が開いてくださるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局、支所箱9番、世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか。岩井元です。月の最後の月曜日は、歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日も小さな存在を支え続けた大原孫三郎について学んでみましょう。かつては放蕩の限りを尽くしていた孫三郎でしたが、日本初の孤児院の創設者でクリスチャン石井十字との出会い、彼を通してキリストにある救いを受け取ります。自らクリスチャンとなった孫三郎は、自分にできる限りの愛を小さな存在に注ぎ、
父から受け継いだ倉敷紡績の社員たちの労働、居住、医療環境を改善し続けました。そして会社の利益のほとんどを日露戦争などで増えた孤児を救うための支援に使ったのです。彼の口癖は、わしの目は10年先が見えるだったそうです。彼はキリストの愛を基盤として10年先、いやさらに先を見て神の愛を表し続けたのです。それに先立ち彼は工場内に尋常小学校を設立、さらに現在の倉敷商業高校も設立し、働きながら学ぶ工員の教育を支援します。さらに学びたくても資金がない子弟のために大原小学会を開設します。将来を見据えての人への投資も彼は大胆でした。後に大原美術館の礎となるコレクションを集めた洋画家小島寅次郎もこの奨学金で学びました。小島寅次郎はベルギーの美術学校を首席で卒業、その後ヨーロッパの各地で名画を見て回る中、スペインの画家エル・グレコ作の受胎告知という絵と出会い感銘を受けます。法外な値段でしたが、孫三郎はその購入を助けるのです。美しいその絵には神の御子が人となられた恵みを語る御使い、そして母として用いられるマリアの神への献身の眼差しが描かれています。この絵は後に大原美術館の代表的コレクションとなります。キリストの愛を通し倉敷を東洋の聖地にしたいと考えていた孫三郎は、神の在り方を捨てたキリスト、その愛に応答する責任としての献身をその絵に見たのかもしれませんね。その絵の存在が倉敷への空爆を避けさせたとも言われています。聖書の言葉、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。新約聖書マルコの福音書10章45節。私たちもまた自分に与えられているものを他の人のために用いていきたいと願います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番、世の光です。お送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は歴史についてお話したいと思います。テレビなどでは時代もの、歴史ものが人気です。歴史を趣味とする人は多いと思います。私も小学生の頃から歴史が好きで、大学の文学部の史学科に席を置いていました。ところで、歴史を知る、学ぶことにどんな意義があるのでしょうか。聖書からそのことをお話しする前に、かつての西ドイツの大統領であったバイツゼッカーの語ったことをまず紹介したいと思います。バイツゼッカーがドイツの敗戦40周年にあたって連邦議会で演説しました。そこで彼は、ナチスのユダヤ人大虐殺のことに触れてこのように語りました。ユダヤ民族は今も心に刻み、これからも常に心に刻み続けるでしょう。我々は人間として心からの和解を求めております。そして彼は続けて語りました。心に刻むというのは、
歴史における神の御業を目の当たりにすることです。これこそが救いの信仰の源です。この経験こそ希望を生み出し、和解への信仰を生み出すものです。神の御業の経験を忘れる者は信仰を失います。ユダヤ人やバイツゼッカーのこのような歴史を心に刻むという考えは、実は聖書に見られるものです。旧約聖書の詩編78編には、エジプトで奴隷だったイスラエルの民を神が解放し、アラノの旅を守り、約束の地に導き入れてくださった出エジプトの出来事が語られています。この出エジプトの出来事が語られる前に、神は歴史を語り伝える理由を教えておられます。それは、彼らが皆神に信頼し、神のなさったことを忘れずに神の命令を守るためである。実は聖書はその全体を通して、すべての人にキリストの十字架による救いを語っています。このキリストの十字架こそ、私たちが知るべき歴史的出来事です。明日は日曜日です。神のなさったキリストの十字架による救いを知るために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところで、あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10、 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。私たちは皆3つの終末、終わりの中に生きています。それはこの世界の終わり、終末、自分の命の終末、自分以外の人々の命の終末、という3つのこの終わり、終末の中に生きているわけですね。イエス様は終末の時代に生きる私たちに、マタイの福音書24章35節で、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません、とお語りになりました。イエス様は天地は消え去りますと断言なさったんです。いつどんな方法で消え去るのか、私たちには分かりません。しかし科学的に考えても、太陽は約、まあ、だいぶ先ですけど、50億年後には寿命を迎えると言われますから、それまでには天地は必ず滅びてしまうでしょう。また世界終末時計というものがありますよね。核戦争などによる人類の終末を午前0時になぞらえ、その終末までの残り時間が、大きな出来事があるたびに発表されるわけです。なんと今年の初めには終末まで100秒前だと発表されていました。実はこの世界はとても不安定で危うい中にいるわけですね。しかしイエス様は、私の言葉は決して消え去ることがないと語られたのです。旧約聖書のイザヤ書40章8節というところで、預言者イザヤはこう言いました。草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。これはユダヤ人なら誰もが知っている有名な言葉です。イザヤは、神の言葉は永遠に立つと言いました。そしてイエス様は、
私の言葉は決して消え去ることはないと言われたんです。つまりイエス様は私の言葉は神の言葉そのものだと宣言されているわけですね。だからこそイエス様の言葉は決して消え去ることがないし、永遠の言葉であり真理そのものなわけです。先ほど言ったように、私たちは危うく移ろいやすいこの世界に住んでいます。しかしイエス様によって語られた一つ一つの約束の言葉は決して消え去ることなく無効になることはありません。そのイエス様が、私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと約束してくださっているのです。終末に生きる私たちにとってこれ以上の平安はありませんね。これで十分ではありませんか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692、 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。ルカ福音書を順番に読んでいます。今日の箇所には、神殿で働く祭司のザカリアという人が出てきます。天使ガブリエルの伝えた言葉をザカリアが信じることを拒みました。すると神様はザカリアの人生に沈黙を強いられました。ザカリアは突如言葉が話せなくなったのです。私たちの言葉もまた神様から沈黙を強いられることがあります。教会の礼拝では礼拝者が沈黙する時間が多くあります。祈りと賛美を終えた後、説教中はまさに沈黙します。説教者だけが語ります。私たちは過ぎ去った一週間、あまりにも喋りすぎたおしゃべりをやめて、神様の語りに耳を傾けるのです。私たちはあまりにも自分の言葉と自分の思いに集中しすぎていることがあります。自分の声しか耳に入っていないのです。その時には聞こえるべきものが聞こえていない。ラジオでメッセージをするための準備において、私はひたすら神様の前に沈黙する時間を持ちます。ラジオの前の皆さんに神様が語ろうとされていることを聞くために、ひたすらに沈黙の努力をするのです。ザカリアは神様の強いられた沈黙を数ヶ月間経験しながら、天使ガブリエルの伝えた言葉の意味を思い巡らしたでしょう。天使ガブリエルに言ってしまった自分の言葉の愚かさについても考えたでしょう。やがてエリザベスの妊娠が本当であったことが分かっていきます。しかしザカリアの沈黙は継続しています。待ちに待った我が子の出産の時にも、ザカリアは沈黙をしていなければならなかったのです。沈黙を強いられたところで、ザカリアはどれだけ深く神様の計画を思い巡らしたでしょうか。神の言葉をかみしめたのです。あなたにも沈黙を強いられたと言える出来事があったでしょうか。何も言えなくなる、言葉が出ない。それは痛みの出来事であったかもしれません。言葉にするのが今でも難しい事柄かもしれません。どのように祈ればよいのかを戸惑うような出来事だったでしょう。そのような時、無理に言葉にしなくてもよいのです。明るく振る舞わなくてもよいのです。神の前でただただ沈黙するだけでよいのです。沈黙の中で主のなさることをじっと見つめること、それがあなたにとって一番大切な祈りの時となるのです。
自分の言葉だけをつなれる祈りをやめて、沈黙の中で神の言葉を待つ祈りを今日は持っていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日は箴言11章20節から、まっすぐな道を歩むと題してメッセージをお伝えいたします。心の曲がったものは主に忌み嫌われ、まっすぐな道を歩む者は主に喜ばれる。この11章、さまざまな格言が集められていて、まとまりをつけて読むのが難しいところですが、よく読んでみると、神の御前にあることを覚えて生きる者と、そうでない者との違いが対比的に二行詞になって語られていますね。つまり心が天に向かって生きているのか、それとも地に向かって生きているのか、それではその違いの大きさがあるということです。例えば、神を仰ぎ神の御前にあることを覚えて生きる者は、いつも人間が人間であること、つまり神に作られた被造物に過ぎない現実を心得て、謙遜に神を恐れて歩もうとします。この世のお金や物を追いかけるような生き方もしません。それらはむしろ神に分け与えられたものとして正しく用いていきます。そしてやがて神にお会いする日を覚えて、神の裁きに備えられた歩み、正義に基づいた行動をしていくのですね。他方、神を認めず、この地上のこと、この世のことだけに目を向けて生きている人は、死んでしまえばそれまでという考え方で生きていきますね。大人の顔はしていても、お金を持ち、地位を持ち、権力を持った子供に過ぎない人生であったりします。子供の感性で年を重ねているいびつな大人に過ぎなかったりするというわけです。このようなことは学校の教科書では教えてくれないものです。聖書を読むというのは、まさに人生を賢く生きる、人間が人間らしく成熟することを教えてくれるのです。悪しきものと正しいものとの対比で、本当のところ人間はどのように生きるべきかを語る、この箴言は心して学ぶべきものと言うべきでしょう。そして神は、まっすぐな道を歩む者を喜ばれ、また祝福してくださる。神の約束が散りばめられていることにも注意したいところです。ぜひ教会に行って人間としての成熟を目指したいものですね。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。
今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は私たちは確信したという題でお話ししましょう。はじめに使徒の働きの16章10節を読みます。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。最初に読んだ理由は、この使徒の働き16章10節から突然主語が私たちはという言葉になっているからです。それまでは彼らはという三人称でした。実はこのトロアスの港町で、この使徒の働きの著者医者であるルカに出会います。そしてルカがここから同行したことを物語っているからです。ここまで来て、なぜ聖霊がパウロとシラス、そしてテモテの伝道チームが小アジアの大都市エペソで神の国の福音を伝えることを禁じたのか、また途中のビテニアでもイエスの御霊が宣教を許されなかったかが分かってきました。前回言いましたように、パウロの体調が優れなく、休養を必要としていたということです。そのような時に、マケドニアから医者であるルカがトロアスにやってきました。医者が同行する旅路でしたら安心です。それにヨーロッパのマケドニアに神の国の福音を伝えてほしいという熱いリクエストを聞いたパウロ一行は、ヨーロッパ伝道を神様からのビジョン、と受け止めたのです。小アジアのエペソでの伝道を聖霊が禁じ、イエス様の御霊が許されなかったのは、パウロの体調管理とヨーロッパのマケドニア伝道のためだったのですね。イエス様の言葉に次のような言葉があります。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。聖霊が禁じたり、イエス様の御霊が許さなかったりする中で、これからどうしたらいいのか、私たちは将来への心配や不安を抱くことがあります。しかし今、私たちにわからないことでも、イエス様はすべてをわかっていらっしゃるということです。そしてやがて、私たちにもわかるようにしてくださり、私たちに確信を与えてくださるということです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。
オ協会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元夫です。第4月曜日は歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日は小さな存在を支え続けた大原孫三郎について学んでみましょう。明治13年、岡山県の倉敷市の大地主で倉敷紡績を営む大原家の三男として生まれた孫三郎。二人の兄が相次いで夭折したため、孫三郎が嫡子となります。東京専門学校、後の早稲田大学に入学しますが、そこで放蕩三昧の生活を送り、莫大な借金を抱えてしまい、倉敷に連れ戻されるのです。その借金の後始末を任されたのが孫三郎の姉の婿でしたが、その義理の兄が心労で急逝してしまい、孫三郎は自分の愚かさを深く悔いるのでした。そのような時期に知り合った人物こそ、日本児童福祉の父と呼ばれた岡山孤児院の創立者、クリスチャンの石井十二でした。医学の道を捨てて日本初の孤児院を設立した石井十二と孫三郎は生涯無二の親友となります。そして石井十二の影響で聖書を読み始めた孫三郎は、自分の罪深さを神の前に悔い改め、自分の罪のためにキリストが十字架にかかられたことを信じ、洗礼を受けクリスチャンになります。そして孫三郎は石井十二が行う孤児院の働きを力強く支援し始めるのです。明治39年、感染病で社員数名を死亡させた責任を取った父の後、孫三郎は倉敷紡績の社長となります。そして就任と同時に工員の労働環境の改善を図ったのです。すでに工員の教育を支援し、学びたくても資金がない地元の子弟のために大原小学会をも開設した孫三郎は、居住環境も医療も託児までも備え、弱い存在を心から大切にしたのです。また会社の利益のほとんどを日露戦争などで増えた孤児を救うために使い、孤児院を支援しました。利益主義の重役や株主はこれらの改革に大反対しますが、孫三郎はこう答えたのです。わしの目は10年先が見えると。そしてこの言葉で押し切り、キリストにある愛の技、小さな存在を慈しむ技を断行したのです。聖書の言葉、誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691、 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥頼一です。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれています。この旧約新約の約とは契約のことです。契約とは何なのでしょう？今日は旧約聖書のマラキ書の2章から神の教えられた契約についてお話しします。マラキ書の2章で、神は指導者である祭司たちを厳しく叱責しています。
あなた方は私の教えた律法を正しく民に教えなければならないのに、それを怠った。まずあなた方自身が神の教えを守らず、民に教えるときも、人々が喜ぶように、私の厳しい教えを差し引いて教えている。こうして神は、祭司たちを罰すると厳しく警告します。神の教えとは、律法のことです。神は、民にするべきこととしてはならないことを律法として教えられました。そして神は人との契約を提案しました。その内容は簡単に言うと、民が神の教えを守り行うなら、神は民を幸せにする。しかし、民が神の教えを守り行わないなら、神は民を罰するというものでした。なぜ神は律法を与えて、それを守らせようとしたのでしょう。なぜこんなに厳しく、堅苦しいことをするのだろうと思ってしまいます。神は人と契約を結んだ理由を教えておられます。私の彼との契約は、命と平安であった。私はその命と平安を彼に与えた。さらに神は言われました。彼は私を恐れ、彼には不正がなかった。神との契約は人を恐れさせます。神を恐れるので、その人は不正を行わずに正しいものになろうとするのです。さらに神は言われました。平和と公正さのうちに、彼は私と共に歩む。神との契約を結ぶことが、神との素晴らしい関係を築くこととなるのです。神は今も、イエス・キリストを信じる者と契約を結ぶことを望んでおられます。あなたも命と平安、神と共に歩む人生を過ごしませんか？明日は日曜日です。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。私たちは誰もが3つの週末の中に生きています。それは世界の週末、自分の命の週末、自分以外の人々の命の週末、この3つの週末の中に生きているわけですね。イエス様が弟子たちにこの世界の終わりに現れる様々な前兆についてお語りになりました。そういう話を聞くと、私たちはそれじゃあ世の終わりはいつ来るのだろう、はっきり知りたいなとこう思うわけですね。ところがイエス様はこうおっしゃいました。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。このように言われたのです。神の御子であるイエス様でさえ明確な日付を知らないというのですね。ただここで子も知らないという言葉はイエス様が無知であるということを意味しているのではないんです。ここで記されている知るという言葉は知識という意味のほかに関心とか興味という意味もあります。つまりイエス様が子も知らないと言われたのは、私はこの世の終わりがいつなのかについて知ろうと思わないし
興味もないし、教える気もないという意味が含まれているのです。使徒の働きの一章というところを読むと、弟子たちが復活されたイエス様にこう質問しました。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？これは世の終わりに神の国を完成してくださるのはいつですか？というような意味の質問でした。するとイエス様は、いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのですと言われたのです。弟子たちはその日その時を知りたかったんですが、イエス様はそれはあなた方が知らなくてもいいと言われたんですね。ですからイエス様が私たちに教えようと思われないことを私たちが勝手に詮索することは、終末に生きる私たちの姿としてはふさわしいものではありません。ですから、キリストが何月何日に来るとかですね、世の終わりは何年何月何日に来るのだとか、私こそキリストの再来だというようなものが現れたら、この人たちの言葉はイエス様の心を全く無視しているものだと考えたらいいのです。100% 即座に拒否したらいいんですね。イエス様は信じる一人一人と共にいてくださいます。私たちは世の終わりがいつなのか知る必要がありません。なぜなら共にいてくださるイエス様と歩んでいくことができるからです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。ルカ福音書を順番に読んでいます。今日の箇所にはエルサレムの神殿で働く祭司ザカリアという人が出てきます。ザカリアは神殿儀式をしている真っ最中に天使ガブリエルが現れました。ザカリアは祭壇で光沢手順を止められました。しかし祭司にとって一番大切なことは、本来神のなさろうとしていることに敏感であることです。ガブリエルはあなたたち夫婦に子供が与えられるということを告げました。私たちの生活にも急な変更を強いられることがあります。自分の願い通りにいかないことがあるでしょう。自分には自分のやってきたやり方がある。それに自分は慣れている。この通りにやっているならば自分は安心する。自分の生活は誰にも邪魔されたくない。これをやっていると間違いはない。しかし神様の御心がそうなのかというと、自己吟味がいつも大切です。私たちの日常が神様の介入を拒みたい生活になっていないかと吟味しないといけないのです。むしろ神様に喜んで介入される余地を持っているだろうか、それを問う必要があります。ザカリアは答えます。私はもう年寄りですし、妻も年を取っています。神様はかつて若い頃に祈ったザカリアの願いを覚えておられ、今その祈りに応えようとしておられる。しかしそのことが信じられない、受け止められないザカリアがいました。もう結構です。もう自分のペースがあります。ザカリアは恐れの中にありながらも自分の思いを雄弁に語り始めます。私はもう年寄りですし、もう長い間こうやってきたんです。今さら妻の妊娠をエリサベツに言う、私にとっては厳しいことです。私には長年築き上げてきた生活がありますから。私たちにもかつては祈っていた祈りがあります。
けれども今は自分の生活のペースがある。かつての祈りに神様が応えようとされても、自分のペースに神様が合わせてくれないと怒る、苛立ちを持つ。私の都合の良い時にこそ祈りは応えてくれると良いのにと思う。その時、私たちは神様に雄弁に話し始めるのです。私たちの今の生活を荒らさないでください。祈りに応えてくださる神様に感謝するよりも、自分の穏やかな生活を大切にしている。しかし神様は、今日あなたの祈りに応えて、神様の導く信仰の冒険へと踏み出すようにと招いておられるのです。私たちは、私たちの置かれている生活の中で、神様の働かれる場所を作っていかなければなりません。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号530-8692、530-8692、支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われていくものがあるものですね。今日も聖書を開いてまいりましょう。箴言4章6節からこれを愛せと題してメッセージをお伝えいたします。知恵を捨てるな、これがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。今週は箴言に入っていますね。箴言は神を信じる知恵者の格言集です。その格言の数は全部で915あると言われます。呼ぶ記は苦難、詩篇は賛美、伝道者の書は虚しさ、画家は愛をテーマにしているのに対して、箴言は実践的な知恵がテーマで、人間の人生に必要な格言集というわけですね。ですからこれはよく読んでおいた方が得です。それで少し大雑把な流れを話しますと、1章から9章まで我が子よと、親がまるで子供に話しかけるような形式で知恵を愛し、知恵に基づいて生きるようにという勧めになっています。そして10章以降が具体的に知恵を解き明かすものとなっていますね。ある家族社会学の調査で、親が子供と話す事柄について学校や勉強のことは話しても、社会や人生についてはほとんど話さないという結果がありました。その調査はアメリカと日本の家庭を比較して、日本の家庭では特にその傾向が強いとまとめています。聖書が教える家族文化は、親が子供に人生の生き方のコツを諭し教えていくものだということでしょう。実際子供にはその成長段階において三要の関わり方が必要だと言われています。子供が幼少期の頃は、子供が親の愛情を十分受けられるように関わっていく。そして子供が学童期に入っていくと、社会の風を積極的に吹かせて社会性を持たせるように関わっていく。最後の青年期には、親が自らの生き方の範を示して、子育てから人間としてのお付き合いに関係を変えていく。まあ、私自身としてはそのような三要の関わり方がうまくできたかというと、そうではなかったと思うところもあるので、そんな私が語るのもなとも思いますが、聖書は若い人には、
頭の良さでも何かの機会でもなく、ただ神の知恵を大事にしてほしいと伝えていますね。聖書の知恵を求めてまいりましょう。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日は向きを変えてという題でお話ししましょう。パウロとシラスによる第2回の伝道旅行も、リストラの教会で若きテモテをチームに加え、さらなる前進をしていきます。リステラから約30キロ北方にあるイコニオンにもやってきました。エルサレムの会議での決定した文面を渡すためです。使徒の働き16章の続きです。さて、パウロとシラスとテモテの3人は小アジアのエベソで神の言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、向きを変えてフリュギア・ガラテア地方を通って行きました。そしてミシアのあたりに来てから、東方のビテニア地方に進んでいこうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかったのです。そこで再びミシアから西方に向きを変えて、エーゲ海の港町トロアスに下っていきました。聖霊に禁じられたとか、イエスの御霊が許さなかったとはどういう意味でしょうか？パウロの願いは、リステラからピシディアのアンティオキア教会を訪問して、その足で西方にある大都市エペソでの伝道に向かうことでした。願いがあっても行かれないという状況が起こったということです。無理したら大変なことになるということでしょうか？それを聖書は聖霊が禁じたとか、イエスの御霊が許さなかったと表現しているようです。では具体的にどのような状況だったのでしょうか？想像できることは、伝道チームのリーダーであるパウロ先生の健康が考えられます。2年前ルステラの町で石打ちの刑にあった傷の後遺症が発症したかもしれません。お医者さんがいたらいいなぁと思ったかもしれませんね。そして向きを変えてトロアスの港町までやってきたのです。静養中のある夜、パウロは一つの幻、ビジョンを与えられました。それは、一人のヨーロッパのマケドニア人がパウロの前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちヨーロッパ人を助けてくださいとパウロに切実に懇願したのでした。このマケドニア人こそ、この人の働きの著者であり、医者であったルカでした。私たちも自分の思い通り、願い通りでなく、向きを変えて生きるとき、そこに神の備えが用意されているのではないでしょうか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田3丁目6-36世の光です。